回チンした？チンした。何が？弁当？それ？あ、それ？硬かったよね。ありがとう、ありがとうございます。生誕祭当日。なんかナングラのアイデア募集してます。なんかどういうのがいいですか、みんな。iPad はマジで欲しい。エノデン2期はリターンズはもう擦るね。あー、ヌーさんな。そう、NMB のキャラクター。いただきます。何これ食べれんの？なんかいいんじゃないかな。うん、うん、うまい。その角度やばい。山ハッコありがとうございます。そう、そういうのでもいいと思ってんけど、なんかみたらしはさ、でも言ってさ、ナンバじゃないやんか。 NMB のモチーフやから、あくまでもなんかね、違うんだよ。それ私になっちゃうからさ。今日のね、感想もね、言いつつも、ちょっと経験が…山百ありがとうございます。今日の生誕祭、当日ね、当日初めて？あれ、そんなこともないか。いや、初めて？初めてちゃう？そうなのよ。でも、私やっぱさ、生誕祭って嬉しいけどさ、緊張するよな。うん、うん、私せんかった。あれ？あれ？北川賢治くんはもう実在するからな。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。 NMB のマイナーな部分とか、あ、去年も当日やったんや、うん、忘れてました。マイナー、確かに。私今3年連続で石田さんの生誕出てる。あ、そうやな、うん、去年も出てたのイメージがあった。うん、うん、あなたが選んでくれたね。うん、なんやろ、なんやろ、無理な。美味しいイチゴがな。そう、でも結局ね、みんななんかヒョウとかトラとか金子さんとか、うんですよ。どうでした、皆さん、生誕祭。はてこ、ありがとうございます。なんかどうしようと思って、あのね、10月11月が多分みんなが、私のファンの方が喜ぶような報告できると思います。みんなが待ちに待ってた母田中さんできると思いますので、楽しみにしててください。緑の全身タイツとはルーコッタ、ソロ公演ももちろんなんですけど、なんかはそう、それ言えばよかったな。人型に忘れてたわ。緊張しすぎて寄せた方がいいのか、なんか二頭身とかのそういうキャラにした方がいいのか、それともなんか動物系のそっち系にした方がいいのか、うん、ちゅうもいいね。なんかささささ最高でさ、泣く曲じゃないのにさ、うん、泣いちゃって、泣きそうになって、泣きそうになって、うん、ずっと七穂の顔見ちゃって、うん、泣きそうになったから、うん、ちょっとまあこらえてんけど、だってさ、歌詞がさ、なんて幸せだ、なんて言ってるやんか、うん、人生において、うん、だってこんだけさ、お祝いしてもらえることなんてないやんか、うん、11回目やで、うん、そう思うと、なんか、うん、私のためにこうやって足を運んでくださる人っていろいろ考えすぎて、考えたら、ちょっと涙がね、それでそうになって、さささ最高で、よかった。なんかあとは言ったら、なんか食い倒れか、食い倒れか、何やったっけ、グリコとか、なんかそういう地形の方がいいんかなみたいな。みんなも同じ気持ちで、同じ気持ちやったら嬉しいな。あと通天閣ね、うん、一人ずつね顔を見たんです。あと天使ね、そうそうそう、そういうのだよ、そういうの。生誕祭って嬉しいね、一生続いてほしいもん。グリコ100歳になっても食い倒れ、
から天使その曲で思いました。私がみんなにいつもは通天閣、うん、ママの手紙もそうやったけど、なんか最近の鉄砲だとはあ、ビリケンね、ゆうちゃんをなんか、ま、守ろうって書いてないかな、支えようとしてるみたいな、そう書いてくれてるのをすごい私も感じるんですよ。応援じゃなくて支える、私も最近もずっと思ってたから。あと名前よな、むずいよな。こんな長にいる私たち、私のことを応援してくださる人、あ、ビリケンさんを金子さん風、なるほどね。それからの金子さん風ね、なるほど。だから23歳がもっと甘えれるようにずっと言ってんねんけど、これはもっとね、共有するものをいっぱい共有して、そう、名前もむずいよね。私が幸せにしたいなと思った。いつも幸せにしてもらってるばっかやから、支えてもらってるばっかやから。寒い、食べていい？うん、私もお弁当食べたいから、なんかこっちも喋っといて。おいおいおい、ありがとうございます、レイコさん。レイコさんやレイコさん、でもレイコ今日ね、めっちゃ言ってくれてんな、おめでとうおめでとうって。そうやで、私、皆さん公演中に私何回ゆうちゃんというフレーズとおめでとうというフレーズを言ったで、ショーのコーナーで、うん、めっちゃ言ってくれてん。でも母校でめっちゃ言ってくれてんけど、私も体力なさすぎて、はい、ありがとうしんどいしんどいありがとうじゃない、しんどいしんどいって言ってたっけ、言われておめでとうってめっちゃ叫んだからな、私叫んでくれたの。ほんといい後輩を持ちました。一番やったで、LINE。そう一番やってん、LINE 一番やってん。そう、ほんまに可愛い、マジで可愛い後輩、ほんま可愛い、ほんま可愛い後輩おらんで、自分で言うな。あなたの心代弁して、レイコの MC、 レイコってほんま MC うまいよなね、なんかこんなウケるとは思わんかった、うん、めっちゃめっちゃおもろかったで、本当にあんな拍手怒ると思わへんもん。いや私もびっくりした、なんかほんまに直前まで何言おうって、なんかみんなが考えてなくて、もう思いつかんすぎて、うん、でみんながまあディスってるけど褒めてるみたいな、うん、私はもう全ディスりでいこうと思って、うんうんうん、でもうバッと考えた。あれはあの仲の良さやから、うん、逃げることになって、確かにね、あれはレイコにしかできない。レイコと7歩ぐらいちゃう。そうだね。あれ言えんのって。確かにそうかもしれない。マジでおもろかったから、みんなほんま DM 見てほしい。嬉しい。あのとさ、うん、あのマリンちゃん、マリンがさ、うん、締めてたんか、その時もずっと笑ってた。うん、嘘やん。私も、道頓堀歌えるかなって思って。マジで、うん、そんなにぐらいほんま面白かった。そんな面白かった、マジでおもろかったよな、みんな。私喋ってる時、記憶ないからさ。そう。もうなんか、尊敬する MC、もうすごいもん。ありがとう。うまい、マジで。それはありがとう。嬉しい。嬉しい。もっとやっていこう、そういう MC。パーソナリティやり、うん、もう。ラジオの、うん、一回やったけどな。なんかさ、うん、ちょっと一回聞いて。あ、今日一の拍手やった？マジ？え、タワー？タワーもらった。今気づきました、ごめんなさい。ね、あ、うちなんちゅうタワーありがとう。温めましたよ。ありがとうございます。私も食べたい。温めてきて。これ美味しいって。レイコ、温めてきて。どっちがいい？ショールームはマジ裏側見れるから。ん？どっちがいいって言ってるの？これや、鮭しかない。あ、全然。フーディー。リアルなやつ、これリアルなやつやみんな。でもこっちの方が値段高い。あ、そうなん？てるやつ、へえ。ハンバーグよりも。今日、そう、今日何してもいいから。私誕生日だから。みんな言うこと聞いて、私のこと。バリクソ腹立つ。かわいいな。癒しやわ。20分ぐらいチン。いいね。はい。ありがとうございます。ジオン連れてどっか行きたいわ、私。行きたい。
ね、ほんまやで、お構いなしすぎるな。ほんとかな、うん、私今日めっちゃジオにめっちゃ甘やかしてるかもしれへん。生誕 T シャツな、あのレイコだけちょうだいって出たからあげてんけど、もう一個余ってて、そう、ジオンがいてたから、うん、ジオンにあげてなってあげてんけど、な、はい、おそろコーデしたもんね。はい、はい、3人で姉妹から、3人姉妹から。あ、違う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 、いらん、あとでちょっとアップします。いらんありがとうございます。明日食べた？食べました、美味しかった。恥ずかしい、おられてなかったんだ。かわいい、癒しやわ。あ、レコレコチンできたよ。誕生日やから許してよ。誕生日じゃなくても私来ないもんな、うん、誕生日じゃない方がひどいから。ひどくねえやろ、ひどくないでしょ。ありがとうございます。誕生日じゃない時もね、もうすごいんですよ。表では言えないこといっぱいされてる。こちら放置すいません。ごめんなさい。じゃ今からちょっと TikTok はちょっとごめん。 TikTok のせいなんかごめん、ちょっとね、怖いの。でも暇すぎて始めようかなって思う。絶対始めた方がいいで。でも怖いもん、嫌やもん、怖いもん。確かに治安悪いで、TikTok。 あ、お疲れ様です、ありがとうございます。お大事にしてください、はい、ありがとうございます。あの、あれね、うん、なんか振ってる、治安悪いで、そう、パワハラ。ゆうちゃんは毎日誕生日ってこと。そうそうそう、毎日誕生日です。なんかほんまはなんか誕生日の日か生誕祭の日か11周年の日にもうやってろうかなと思ったんですけど、ちょっと勇気出えへんかった。治安悪いっていうのは TikTok ってバズると NAB じゃないファンの人も見るじゃないですか、一般の人たちとかで。そうなると自分が気に入らへんかったらコメントで、ね、アンチとかがめっちゃ作るんですよ。そう、金田さんは違う場所に多分おると思うよ。だから治安悪いって、ちょっと言い方あんまり良くないんからけど、でそれが怖いって言ってな。あ、うんうんうん。いやもうなん、そんなん気にせんかったらええねん。言いたいだけやから。いや、そのな、アンチするような人はな、うん、お弁当美味しい。私たちの時間を使ってな、うん、コメントしてくれてんねんで、うんうんうん、再生回数も伸びる、コメント、うん、今日も好き、ありがとう。伸びる。じゃあ私は考えやね、うんうん。でもな、レイコはね。こんばんは。うん、この英語読んでみて、どここっち、うん、I'm not、 私もあんま英語読めへんからさ、これ使う、分かんない、うまい、これ読んでみんな。これは何やったっけな、意味、私は負けないやったっけな、私は恐れないやったっけな、なんかそんな意味やってん、覚えとけよ。そんな意味やってん。うん、今日和田美優ちゃんと佐田遥香ちゃんと黒田風和ちゃんから誕生日プレゼントをもらいました。あ、ごめんかわいい方、アイピーからももらいました。アイピーにチクロ、やめろ。昨日は川上千尋ちゃんからもらいました。そう、やりとり面白い、ありがとう、ね、ありがとう。開けようかな、今。あ、今冷蔵庫入れてくれてるんだっけ。あ、今もう出して、あ、出してくれてる、はい、ありがとう。そうやね、嬉しいのね。うん、アイピー帰ったんや、ちょっとだけ見て。似てたな。レイコはゆうちゃんからタンプレもらった？まだもらってない。私もレイコからもらってない。ちゃうねん、レイコ、うん、うちらのあれがあるやん、うん、その時やろ、うん、そんなもらってないって。そうやけどさ、あげてはないけど。うん、ね、今はなんかハンバーグがメインのお弁当を食べてて、ハンバーグとなんか唐揚げと、あと野菜はもう食べないので、ハンバーグと唐揚げと白飯しか私は食べてません。今日は誰や、
日南中と、そう、ナングラやねんって違うね。まあでもナングラは、まあ、グリコかモチーフ的にね、ありがとうだ、グリコか食い倒れか、まあそういうね、ココテン的な天使的なんか通天閣か、まあ、ビーケンさん風か、まあそっち系でちょっと考えますね。じゃあ明日ちょっと頑張って出すわ。初公演最前列一番端で見てましたよ。嬉しい、ありがとうございます、最高でしたって。本当に嬉しい、今岩笛来た根の電にグリコはもらう。ミキのオーディション見てるからユーミン見るだけで涙出る。嘘やん、すごいな。私も見てる、見てた人やん、見てた人がここにおんねんで、出てた人がまだおんねんで、ここに最強ってことを知らん。まあそんな感じで考えますね。ありがとうございました。じゃあ私は、食べるのに集中したいと思いますので。タワー建てたいけど気持ちだけで許して。じゃあその代わりになんか野菜はね、あ、これなら食べる、里芋なら食べられます。ちょっと あかんわ、私ちゃんと裏抜き言葉を使わないようにちょっと日々心がけてるから、ちょっと頑張るの。どうしたんジオン、どうしたん、どうしたん、言ってみ、怒ってあげる、待ってる劇場。あと500ありがとう。兵庫県に帰りなさい。あ、ごめん、何も聞き取れへん。兵庫県に。あ、何も聞き取れへんけど、怒られたん？みゆちゃんに。すごい。もう野菜はね、ちょっと無理だね。いやだな。言ってきた。はい。後で芝居たるな。ほんまに芝居たるな。はい。ほんまに。もうね、私は。あの何ダイエットもう終わったんでね、母性が、そうやね、母性が出てくんねん。そうね、明日会えるね、明日はウィンクの公演です。え、24になったんけ、そう、私14は12、私はあの今日はるかから、もうレイちゃんはあの言われました、7割レオパージュって言われた。まあ確かにイナメンドがちょっとあれやけど、ママの目、そう、タワー来てるの、うわ、ほんまや、逆に年ぶりにショールーム開いたらいろいろ買っててびっくり。うん、おきりはめっちゃ買ってるな。いや私もさ、なんか最近結構こまめにやり始めたから、まだな、全然慣れてないもん。そう、9月中はもうずっとダイエットしてたから、マジでもう死ぬか思って、ほんまに。ゆうちゃん今さらじゃないんですよ。でもね、あ、ほう、月刊エンタメさんの撮影もねしてきたんですけど、あの褒めてもらった、うん、T シャツちゃってお腹閉まってますねって。 T シャツでね、マネージャーさん、ウィンクのマネージャーさんがついてきてくれたねって言ってくれたから嬉しかった、ありがとう。他は他ないもん、だって見せてくれへんもん全然。何がでしょ、何が怒ったってください。まあ、レイコちゃんファンはあれやもん、甘やかしたやもん。うん、そうだよ、怒らんもん。うん、 S がね、 S だけがあれしてたらしい、売り切れてたらしい。うん、多分再発行、なんていうの、再発売すると思う。再販ね、再販や、再販すると思うので、ぜひマジ可愛いから見せるわみんなに。いや、さすがみんな、やっぱ甘やかしてくれてありがとう。可愛いない、じゃじゃん、もう食べ終わった。もうね、野菜、あと野菜なんですよ、あと野菜なんでちょっと食べられないです、申し訳ないけれども。ぜひとも。でもお腹空いたな、まだまだ。一緒に空にしましょう。それはちょっとな、あの天と地の差なので、お胸がちょっと嫌だ。
ミーザーがキモ。今日誕生日の時になった。いや、もう終わるし。そんなこと言わんといてや。あと3時間ぐらいやけどさ、楽しませてよ、最後まで。ひどない？見んといて。じゃあ見一緒見バイバイ、今までありがとう。なんなん、ほらこうやってねすぐ拗ねるんですよね。こういうとこめっちゃ子供っぽいですよね。すぐね意地に張ってね女に言うんですよね。どっちが年下なんでしょうね。あとこの人ね人参苦手なんですよ。まだ言ってそれ、ね、どっちが子供なんでしょう。うん、好き嫌いの方、好き嫌い多い方が子供やと思うんだけど、どう思いますか。ん、何の話。ん、知らん知らん、こっちも知らんな。ほら、れいこちゃんの方が年上に見えてきた。いいよ別にねえ、ファンの人にまで向きならんといてもらっていい。いいよ別に、私にやったらいいけど。よしよし、よしよし、かわいいね、よしよし。どうします。乗らん、うん、多分もうあの今、うん、迷惑かけちゃう、また機械なんかし。私思ったもんないから、レイコにだけ重たい女になってるから。知ってる、そう、私にだけ重たい女やから。怖い。ちょっとだけ残りの肉食べよう。じゃあね、元が妹キャラやから。私スイカや。私もスイカや。私お兄ちゃんとお姉ちゃんおるから。私お兄ちゃんしかなんけど。お兄ちゃんとお姉ちゃんおるから。ごちそうさまんサタバサ、ごちそうさまんグースでした。私もコンビニ寄ってなんか食べるよっと。お腹すいた。え、まだ、うん、なあ、野菜残すんやめえな。うるさい、うるさい。見てください、皆さん。やめて、やめて。なあ、いやいや、いやいや、無理。いや、ほうれん草とトマトとブロッコリーを残しております。私はほぼ全部、全部ではないけど、食べましたけど。全部じゃない、見て、この人だって野菜残す。やめな。やあ、やあ、絶対。うるさい。この人も野菜残してる。あ、野菜残してる。あんたと、あんたと。語彙力ないね。あんた、あんたしか言うてないやんけ。あ、ボール食ってくる。痛い。もうやめよう。もうやめよう。ちょうど痛い。ほんまにさ。早く捨てて、早く。ほら聞きました、早く捨ててってまた私をさパシリに使ってさ、ほんまにどう思う、これ切り取って炎上させようぜ。いいよ炎上させて。幼稚園やって言われた、幼稚園児って言われた。お疲れ様でした。バイバイ。チーズ持って帰ってください。あ、お前ありがとうね。楽しそうじゃないよ、楽しくないよ。ほんまに疲れた。ほんまにちゃんと食べよう野菜。そっちに割りたくないねんけど。うるさい。うるさい人言えへん。うるさいこと言ってないやん。口閉じて。口閉じられへん。なんで？人間やから。なんで？人間だって口閉じられるし。今無理。今喋ったら。ちゃんとラヌキ言葉しな。何？今喋らないとあかんもん。じゃあ喋りや。喋ってろ。もっと喋ったりいいや。喋るの誕生日やでって。その充電ないねん、バレた。レイちゃんの野菜はワイが全部食べるから大丈夫です。甘やつからな。ありがとう。じゃあ私の野菜も食べてくれる。コメントも取ってケーキ食べていい。ありがとう。これやめよう。あ、ほんまや。
んかいいのないかな。私の食べかけじゃない、こっち食べよ。うん、端っこ。あ、こっちで食べる。あ、それで食べに行かない。ちょっとフォークだけおかしい。全部食べるやってさ、全部食べてくれんねんって。やっぱあれやな、押してる方は甘やかしのうちゃん。うん、そりゃほい。石田さん、ナス嫌いなん？嫌いやね。うわ、子供やん。あー、勝ちえ、何が嫌いなんやっけ。んでも野菜と何や。何？ん？え？ミントも食べられへん。ん？こんなんあれじゃない？普通にさ。うるさい。これは普通にさ、結構食べられへんというかさ、苦手な人多いと思うねんけど。ゆうちゃんを甘やかすのが仕事です。ありがとう。優しいね。たてこありがとう。野菜足りてないんで。ゆうちゃん口をやからになる。全然あげるよ。もう私の人生に関わる野菜をあげます。ケーキ作ってあげたい。チョコレートケーキ食べたい。充電しなあかんねんな。ある？電池。私の使ってもいいよ。ありがとう。ケーキがある。食べよう食べよう食べよう。全部食べ尽くそう。なこれ食べへん。食べたい。食べようや。ね、食べていいですか？こっち食べ。今こっちレイコが食べてる。ゆみさん？ここ。私こっち食べた。ほぼ食べてんね私。お前。何で食べればいいよ。お箸とかはないの？あ、あった。ほう。はい、もう食うよ。金田さんだよ。あ、どうも。お疲れ様でした。バイバイ。おびぼすて。かわいい。鍋はしような、鍋は。ん？鍋はしような。ましょう。鍋ね、ちょっと。いただきます。バイバイ。気をつけてね。たけこありがとう。最近は3人が集まってる。全部2人で食べるんだ。そうやな、そうですよ。これはあかんね、これ私食べるから。それ最後に楽しみにとってた。いただきます。みんなで行こう。何？お疲れ様でした。バイバーイ。もう一瞬誰かわからない。似てる似てる。ありがとう、はるちゃんプレゼント生クリーム。アイスべき。ホワイトチョコめっちゃうまいやんけど。ホワイトチョコ苦手やから。ほら、子供。あ、やべ。あ、今が見ました、みんな。うるさい。うるさい。今の映像を残しておいてください。うるさい。拡散して炎上させましょう。うるさい。うるさい。いや、今多分7本の手で見えんかったかもしれへん。こうやってやつが。確かに。ありがとう。あ、そう、いいねんね。やっぱ納期やからさ。私たちはやっぱ一心同体、うん、なんか一人のピンチを誰も私たちどっちかが助けるっていう。そうなんですよ。わかる？もう何一つの体みたいな、そんな感じです。心つながってるから。そうそうそう、そんな風に。わかる？そう。なあ言っていじめって言うねんで。それいじめられてます。私今一番先輩に、一番先輩やのに一番下の後輩が一番下ちゃうし。うるさい。もう4年目ですけど、中堅と言われる、うん、なんです。中堅の人たちにいじめられてます。後輩ハラスメント。可愛くな、あんたらこんだけ可愛がってんのにさ、そんな態度取るんやな。首絞めてくれるの？それな、誤解を招くからやめて。首を絞めるんじゃないね。首をこうやって触るのが好きで、フェチやねん私。こうやってこんなにグーって締めてないよ。さ、なんか弁当もさ、なんか温めてこいってさ、さっきもさ、何回もさ、ちょっと待って、ちょっと待って、ストップ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 。足もさ、やっぱ乗っけられるやんか、よく乗っけられるやんか。ストップ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 。さ、なんか。じゃあ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 、ストップ、一回ストップしよう。今日私の誕生日な。だから何言ってもいいんですよ。アホか。私が何やってもいいね。あんたらは何言ってもいいとかじゃないね。おかしいから。ね、やばいよね。
まあそれを信じるか信じないか話しちゃうもう無理やな見てこの朝えどうしたんレイコに面白いね違うこれはダンサブルのあれでダンサブルのあれでやられたあの踊ってたんですよそう曲で朝になりましたその後気になってた見られた首絞めてるとこは見たことあるからなそうでしょもういいでしょ話この話よしよしあっなんで手紙はいつ書いてくれたん？いつ書いて書いたの一昨日。あそうなんよ。びっくりした自分って。初めて私。書いたことなかったっけってめっちゃ思ったんです。私も思ってん。あれ七号って書いたことなかったっけ？私が多分あんねん七号。そう。でレイコの時もそうやってなんかレイコ書いなんか書いてくれてなかったっけってあったけど。一切書いてなかったそういうあれですよね家帰って何食べようかな分からんかったもん誰が書いてるすごい感動ちゃってあざわしあらやだそうなんだあらやだそうなんだよそんな勇気がそんな勇気があるのかなそうだよそんな勇気はないよやっぱり行こうとしててレイコ痩せたよ、うんうん、結構痩せた痩せた、うん、痩せたすごいだってグラビアねデジタルタトゥーの世の中なので、うん、ね痩せないけどお誕生日ありがとうございますもうだいぶ食べたなうちらで前こんな食べる暇じゃないねいいよ食べて T シャツは XXL にしましたワンピースにしたくて薄なったありがとうねラーメン食べたい明日の公演終わったらラーメン食べるわいやむくんじゃうやんあれ15分だったこれだいぶ経ってんねあマジで、うん、今何時 52 52? うんやば55分になったらまあそんな感じでちょっとナングラがね私はまあ大体なテーマは皆さんに決めていただいたので、夜な夜な今日はちょっと寝ずに作成いたしたいしたいしたいはいその角度めっちゃ好きということで今日は公演ありがとうございましたというショールームでしたじゃあランキング読みたいと思いますいきます13位林ありがとうございます12位ロングソードさんありがとうございます11位純喜ありがとうございます10位ジニーさんありがとうございます9位バロックさんありがとうございます8位坂さんありがとうございます7位マッツーありがとうございます6位リコありがとうございます5位海太郎さんありがとうございます4位 D スカーレットさんありがとうございます3位タカさんありがとうございます2位カエデちゃんありがとうございますそして1位柳さんありがとうございましたありがとうございましたじゃあ明日はウィンクの公演、見てください頑張るよじゃあねありがとうございましたバイバーイ